酢豚大好き、あぐないしぐにゅうという表現の仕方をせざるを得ないのが酢豚の肉である。好きだな酢豚、食いたいな酢豚。酢豚の肉はただ肉という言い方では気が済まないな、どうしても肉塊と言いたいな。肉の塊の大きさという点から見ると、酢豚の肉は料理界で一番大きいのではないだろうか。豚の丸焼きとかシュラスコとかもっと大きな塊があるではないかというかもしれないが、あれらはこれから切って食べる肉。酢豚の肉はもう切ってある肉。酢豚の肉の塊の大きいものは3センチ角ぐらいのものもある。そして柔らかい。そいつをあぐーっと噛みしめ、歯をゆっくりめり込ませていくと、全体を噛み切るのに時間がかかる。厚さ2ミリのしゃぶしゃぶ肉を噛み切る時間と比べてごらんなさい。距離的には15倍だが、時間的にはまあ5倍はかかると思う。その時間の経過が嬉しい。その時間の経過が楽しい。柔らかくて熱くて甘酸っぱい味付けの肉に歯がぐにゅーっと沈んでいくひととき。私らの世代は肉そのものを尊敬する世代である。薄かろうが小さかろうが肉であれば尊敬した。事実、私らが子供の頃の肉は薄くて小さかった。薄い肉はすき焼きの肉で、小さい肉はカレーライスの中の肉だった。一応塊ではあったが、せいぜい1センチ角止まりだった。その塊でも尊敬したのだ。ひき肉の肉でさえ尊敬したのだ。そういう状況のところへ、突然巨大な肉塊が出現したのだ。酢豚の中に出現したのだ。最初に酢豚を見たときは、心の底から尊敬しましたね。まず、その異様に感動した。ごつごつと連なるその山陽。酢豚は、タケノコも、人参も、しいたけも、材料が乱切りであるがゆえに、盛り付けた山陽がどうしてもごつごつしている。あれ以来、僕はごつごつの料理を見ると、ごちそうだ、と思うようになってしまった。ごつごつ指数イコールごちそう指数と思うようになってしまった。八宝菜もかなりのごちそうだが、ごつごつ度が少ない。したがってごちそう度は酢豚より低い。カニ玉なんかは平坦そのものであるから、ごちそう度はさらに低い。ごつごつしているとひたすら嬉しい。何かただごとでない雰囲気を感じる。現場はごつごつと荒れており、波乱含みの様相を呈している。何が起きても不思議はない荒れ場だ。その山並みを大きく突出させている巨大な肉塊を一つ端で取り上げる。甘酢の餡に熱が加わったがゆえの、ふんわりとあたりに漂う独特のいい匂い。口中いっぱいの肉塊の至福をまず味わう。豚を角切りにして塊とする料理は意外に少ない。あと豚の角煮ぐらいだろうか。大きな肉の塊が口いっぱいにあるときは良いとき、限りなく嬉しいひととき、それは季節に関わらぬ、と堀口大学は歌ったような気がする。その限りなく等しい嬉しいひとときの後の玉ねぎのシャリシャリの清涼のひととき、2番バッターとしてこれぐらい適した選手は他にいないと思う。このチームは1番バッターと2番バッターだけで十分な気がする。タケノコもピーマンも人参も、まあいてもいいけどいなくても十分やっていけるチームのような気がする。酢豚という料理における最大の謎が一つある。それは酢豚というネーミングである。すごいと思いませんか、酢豚。
乱暴だと思いませんか、すぶた。みんな何の疑いもなくすぶたすぶたと言っているが、こういうネーミング他にあるでしょうか。例えば、すうしなんていう料理あるでしょうか。すうまなんて料理あるでしょうか。すぶたを知らない人には内容を探るとっかかりがない。豚一頭を酢を満たした桶に漬け込んだ料理というふうに思われても仕方がない。酢を飲ませて育てた豚の角切りと思われてもしょうがない。料理の名前は多少なりともその内容をある程度伝えようとするものだ。なのに、酢ということと豚ということしか言ってない。あと何か一言ぐらい言ってもよかったのではないか。チンジャオロースなんかは懇切丁寧に説明している。肉だけでなくピーマンが入っていて、しかも全体が糸のように細切りですとまで言っている。酢豚もせめて野菜代表としてタケノコの名前ぐらい出してやってもよかったのではなかったか。本格的な中国料理店のメニューには、スクラオロー、タンツーリーソク、スーサククラオローなどが酢豚として書かれており、そういったような名前が日本に入ってきた途端、酢豚で片付けられてしまったようだ。もっとも北京ダックなどは名詞だけだけどね。